東京郊外にある町ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し日々切磋琢磨する満開カンパニー劇団員は、かつての栄光を取り戻すため今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督、俺たちを咲かせてください。満開ステージ A3 ラジオ。新年明けましておめでとうございます。今回稽古に励むのは秋組伏見お見役稲垣誠也と秋組古市左京役藤田玲です。明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。いや、こんなねえ、こんな記念すべき、はい、エステラジオに呼んでいただけるとはね。ありがとうございます。はい、久しぶりですね。そうですね。レイ君が僕な、もうほとんど1年ぶりぐらいですね。1月31日以来。そう、2021年1月31日以来だから11ヶ月ぶりとか。はい、はい、別に出たくないわけじゃないんですよ。いや、そうですよね。俺むしろ出してほしいぐらい。出してほしい。こんなに楽しいラジオ、ね、他にないよ。本当ですよ。僕も8ヶ月ぶりなんですよ。うわ、そうか。そうなんです、そうなんです。へえ。だってもう何やったか覚えてないもんね。でもレイ君とラジオやったの、はい、俺が初めて A3 のラジオをやった時以来じゃないですか、うん、そうかも。そうなんですよ。俺あの時めちゃめちゃ緊張してて、うん、レイ君があの時、いや大丈夫大丈夫大丈夫ってずっと言ってた。やってた。そうそう、懐かしいね。あ、言って。大丈夫ですか？ちょっと距離感がね、あの久々のスタジオすぎて。いや、そうですね。はい、いや、東京有楽町のスタジオから新年最初はエステキャストの中から僕たち、うん、大人なね、キャストが、はい、僕ら選ばれたわけですよ。いや、明けましておめでとう。任す出るほどフレッシュじゃないですけど大丈夫ですか？だから今日はちょっとより一層いつもよりフレッシュに行きましょう、うん、フレッシュに、うん、じゃあちょっと声のトーン一個上げようか。はい、ということでね、よろしくお願いします、はい、ねえ、やっぱりね、はい、新年明けましてということで2022年ですよ、はい、2022年です。2年ということで2022年の2月22日が来たら、はい、その2時22分に何かしたいですよね。そうですね。だってその先あのまた2が来るのは200年後になっちゃうから。うわ、すごい、ね、絶対にやりましょうね。絶対にやりましょうみたいな、みたいなことをやんなきゃいけないってことですね。行ってみよう、そういう感じで、うん、そういう感じで行ってみましょうか、うん、はいはい、はい、ということで、はい、今夜は僕たちが新春特別企画に挑戦します。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。この時間は秋組伏見読み役稲垣誠也と秋組古市左京役藤田玲がお送りしています。それでは新年一発目はこちらの企画です。新春エステサイコロトーク。イエーイ。2022年寅年の1年がスタートしたばかりですが、サイコロを振って出た目に割り振られたトークテーマについて時間まで話していきたいと思います。はい、新春一発目の紙でございましたね。今あ、一発目もらっちゃってもいいですか？一発目あげちゃいます。ありがとうございます。はい、実はですね、先週出演した中村太郎、赤澤亮太郎コンビは、年忘れエーステサイコロトークという企画として、うん、去年の話を引き出すサイコロの目が用意されてい いたのですが、はい、はい、新春2回目の神でございます。10回まで僕で埋めちゃおうかな。おめでとうございます。今回は新春、はい、それもおしゃべりの得意な大人キャストということで、心身をテーマにしたトークのお題が用意されているそうです。なるほど、はい、おしゃべりの得意な大人キャストだったんですね、僕たちは。そういう風に見られてたみたいです。なるほど、全然自分たちではそういうイメージないんですけどね。そうなんですよね、うん、おかしな話ですね。まあでもこれは褒められてるんですか？あ、そうですね、そうですね、そうですね。ありがとうございます。ならもうちょっとラジオ呼んでほしいな。そうですね、月に1回ぐらいね。トークね、得意なんだから、ね、本当ですよ。はい、そんな ね隠し玉をこんな待たせちゃダメですよ。そうですよ、まあね、呼んでください。一発目ですから。はい、ありがとうございます。はい、それでは1から6に割り振られたトークテーマを見てみましょう、はい、1がですね、うん、冬休みの思い出。ほうほうほう。2が今年の抱負、うん、
で3が理想のお正月の過ごし方、あいいですね。で4が2021年最大の失敗談、おお最大の失敗談、失敗談話せなくない、何があるかな、まあ続いていきましょう、まあうん、お餅のこだわり急にお餅のこだわり、うん、お餅のこだわり、なるほど。6こんな初詣は嫌だ、どんな、いやいやこれなんとかグランプリじゃないですか、これ完全に大喜利でしょ、6は、ね、6は絶対行きたくないですね、怖い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 、やっていきますか、じゃあ誰からやる、じゃあじゃんけんして決めます、そうだね、それかさ相手がやっぱね、うん、僕らもチームワークが、はいはいはい、やっぱりね秋組でもう3、4年やってるわけじゃないですか、うん、そうですよ、もう相手のを自分相手に振ってもらう、あああああいいですね、ね、うんうん、やっぱ全信頼を置いてるので、確かに確かに、何に来ても、はい、レイ君が振ったやつだったら、まあもちろんですよっていうことですよ、そうです、でも俺もセイヤが言ってくれるんだったら、もちろんですよ、やってくれるんだったらもう喋りますよ、はい、はい、ありがとうございます、じゃあそうしましょうか、じゃあ、うん、最初はグーじゃんけんパー、え、なんでパーって言いながらチョキ出したの？なんでパー出しながら、パーって言いながらチョキ出したの？パーっていう出す効果音つけちゃった。ああ、じゃんけんパーってこと？パーってこと。うん。じゃあ、パー出せよ。なんでチョキ出しながらパーって言うの？わかんないかなと思って。いや、わかんないよ、そりゃ。ラジオですから。じゃあ、俺が、さっき喋りますわ。はい、あ、オッケー。じゃあ、俺が出す。うん、はい、お願いします。ちなみに何が嫌だ？ 6 は絶対に嫌。なるほど。じゃあ、6出さないようにするね。はい、ありがとうございます。3です。お、3？ はい。理想のお正月の過ごし方。はい。理想のお正月の過ごし方は、うん、でもなんだろう、なんか、東京来てから、ありがたいことになんかお正月、うん、お仕事が入ってたりとか、うん、で、5年前ぐらいに1回、初めて東京来て、うん、正月何もなかった時があったんですよ。ほうほうほう。で、なんかその時は普通にもう寝正月みたいな感じだったんですけど、うんうん、やっぱなんかお仕事してたい、おお、うん、逆に、うん、でなんか 1,2 とかでお仕事して 3,4,5 とかはお休みみたいな、うん、あ、なんかちょっとずらしたい、めちゃくちゃ売れてる芸能人のやつだ、あ、みたいなことなんですかね、そうじゃん、なんか新春特番とかが 1,2 に入ってて、うんうん、でその後そこからハワイ行くみたいな、ハワイ行きたい。ハワイ行きたい。残念ながら僕たちそこまで売れてません。行きたい。ハワイ。あ、でもいいですね。それ確かに理想かもしれないですね。理想ですよね。うんうん。あ、素晴らしい。なんかいいね。いいですよね。いいわ、いいわ。じゃあ、レイ君のやつ。レイ君何が嫌ですか？俺は全部嫌です。全部嫌です。嘘です、嘘です。嘘です。まあでもやっぱ6番じゃない？ 6 ですね。うん、じゃあ6を出さないようにします。もちろん。信じてますよ。OK。はい、あ、お、4番、4番、2021年最大の失敗談、2021年去年最大の失敗談、うんうん、すっごいおしゃれな話していい？いいっす。僕フォアグラ好きなんですよ。おお。で、あのフォアグラを家でいつもペーストのやつとか買うんですけど、うん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 、これは調理しようと思って、ね、うん、お肉の上に乗っけてもいいし、おう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 、でも自分で調理することってあんまないじゃないですか、フォアグラなんて、うんうん、高級ですし普段買えないですから、うん、あのフライパンでちょっと焼いて、そしたらね、消えました。あれ小麦粉かなんかつけて焼かないといけないんですよ、なんですけど全部そう。その後ね、もう一回チャレンジしてうまくいったんですけど、一番最初はもう感覚だけでいったからなくなりました。失敗談だな。そう、入れてたのに、まあフライパンの中にもうないと思って。でも風味は残ってんじゃないですか。もうだからそのソースを米にかけていや素敵、かわいいぐらいかな。そっか、溶けますもんね。そうなのよ、もう本当に跡形もなくなるのよ。こんなでかかったのにシャーンってなるってことですか。シャーン。いや、なんかちょっと目悲しい、悲しかった。よっしゃ、今日はなんか贅沢に行くぜと思ったら跡形、うんうん、もない。すごいな。ぐらいかな。なんか最大とまでは言わないですけど、まあ失敗談ではあるなっていう。それ結構ショックじゃないですか。いや、ショックよ。マジかってなっちゃう。だって、え、その日の主催1個なくなるの。そうですよね。しかも一番のメインディッシュみたいな。そうよ。
そんなことある？いや、きつい。夜ご飯買ってきてさ、主菜がなくなるって。いや、ない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 よね。落とすか溶けるか。そうだよね。いやー、いや、これは最大の失敗談ですね。はい。こんな感じでいいですか？こんな感じ、もちろん最高でしたね。ありがとうございます。じゃあ、稲垣さん、いきますよ。はい、もうこれバンバンいきましょう。バンバンいきましょうか。はい。あ、遠く行っちゃった。いや、ちょっと。え、レイ君、なんか。せや。ん？大丈夫。6だよ。うわでもまあ、レイ君が出してくれた。ごめんね。ごめんね。6なら。うん。じゃあ、俺、言うね。うん。あの、お題。こんな初詣は嫌だ。どんな？12時ぴったりに行ったのに、だんでもいない。はい。あ、それ嫌ですか。すいません、獲得ならずです。あれ、俺今、あれ、今ここどこっすか。ここ有楽町っす。え、ここ有楽町。はい、そうです。え、今ここ有楽町っす。あ、ここ有楽町っすね。俺なんかわかんない、寝てたのかな。なんか夢の中誰でもいない初詣にいたんですよね、さっきまで。いやー、でもね、うん、確かにね、何かあるとしか思えないよね。そうですよ。初詣行って。ここ違うのかなってね。じゃあラスト。え、レイ君。それでいいの？いや、これで行きましょうよ。マジか。はい、これで行きましょうよ。じゃあ、お願いします。じゃあ、レイ君、6は出さないようにします。もう6でもいいですよ。5! お餅のこだわり。なんか弱いな。なんか弱いな。なんか弱いな。まあ、こだわり、そうですね。僕、お餅すごい好きなんですけど、うん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 、おじいちゃんちの、はいはい、おじいちゃんが14人兄弟で、で、そのお兄ちゃんが一人いるんですけど、え、ま、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。一回今、スーッと流そうとしましたけど、おじいちゃんが14人兄弟。おじいちゃん14人兄弟。すごっ。そうなの。だからね、毎年お年玉超もらえたの。え、マジっすか？その親戚のとこ行くと、すごい。親戚の集まり行くと。え、めっちゃ羨ましい。で、山田ってところに住んでる山田のおじちゃんっていう。え、それは親戚ですか？それは、だから、兄弟うん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 。の、が、毎年、ちょっとおじいちゃん家帰ると、はいはいはい、その山田のおじちゃん家で、餅つきしてるんですよ。すごい。で、その餅つきに参加して、まあ、自分もついたりとかね、子供たち、そのおいっ子とかと一緒についたりしてて、うん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 、で、子供なのに俺、よもぎが一番好きで、よもぎ餅が。珍しい。すっごい好きで、そこのよもぎ餅超美味しくって、うん、俺だって大人になってからも、山田のおじちゃんから毎年お餅送ってもらってたの。え、よもぎ餅ですか？うん、そう、よもぎ餅。よもぎ餅を作ってるんですか？だから、よもぎも入れて、で、うちに、米農家だったんで、その米も自分のところので、そう、ちゃんとついて。それはうまいわ。そうそう。で、なんかピーナッツみたいなの入れて、ピーナッツという？なんかナッツみたいなの入れて、うんうん、そうそう。で、醤油で焼きたて、もうつきたてを、こう、焼いて食べるみたいな。いや、それはマジで素敵。てか、理想のお正月の過ごし方にも入ってくる、それは。子供の頃はそれが嬉しかったっ、ね、楽しいですね。めちゃくちゃ楽しかった。お年玉ももらえて、お餅も美味しいの食べられて、そう、最高、最高ですね。でももうね、多分ね、14人兄弟とかだと、もう誰のなんだか分かってないんですよね、みんな。なんなら2回転ぐらいするかもしれないですね。そうだね。あれ、この子にあげてないかもしれない。満開ステージ ASD ラジオ。FM93AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開ステージ A3 ラジオ、エンディングのお時間です。はい、ということでね、大人な2人がまったりと話しましたけど、そうですよ、だってお正月ですよ。お正月だからね、うん、もうちょっとね、こっからだって加速していきますから。そうですね、皆さんね、2022年は本当に今年もね、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、はい、はい、番組では2022年もあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスはすべて小文字で msa3@allnightnippon.com msa3@allnightnippon.com。 3は3時の 3時、はい、3回目、はい、はい、3時なだけに、うん、3は数字の3です。はい、番組の感想や出演者への
質問をお待ちしています、キャスト全体への質問を送ってください。今のはセーフ？今セーフ。あ、セーフ、よかった、はい、番組のツイッターアカウントは msa3_radio です。はい、番組でメールが読まれた方、番組のツイッターアカウントをフォローして、ハッシュタグ asteradio でツイートしてくれた方の中から抽選で番組公式ステッカーをプレゼントします。メールには名前と住所を忘れずに書いてくださいね。番組ホームページではスタジオの写真はもちろん放送のアーカイブもアップされています、うん、A3 ラジオで検索してください。はい、そして告知でございます。3月4日には満開ムービー A3 オータム&ウィンターが公開予定でございます。イエーイ、はい、僕ら秋組も来ますよ。そうですよ、皆さん楽しみにしていてください。さらにね、ドキュメンタリーやスピンオフドラマなど映画をより一層楽しめる AMV 完全攻略チャンネルがスプークスで配信中です。この AMV 公開を記念して関連商品が当たるツイッターキャンペーンを実施中です。詳しくは番組公式ツイッターをご確認ください。満開ステージ A3 ウィンタートゥループ雪の中で咲いた花も絶賛発売中です。詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイト、この番組のホームページをチェックしてください。もうな、綱渡り感がすごいんだけど。トループね、トループね、ウィンタートループ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 、そうだね、あのネイティブで言えばね、トループ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 ウィンタートループ OK、 はい、はい、ということで今回のお相手は秋組伏見お宮区稲垣聖也とオータムトループ古市左京役藤田玲でした。バイバイ。今年もよろしくお願いします。